アレクサンダー・ジョンソンはアメリカ合衆国出身の男性フィギュアスケート選手。2008年 JGP チェコスケート優勝。3歳の時に父親が裏庭にスケートリンクを作ったことでアイスホッケーを始める。5歳の時にフィギュアスケートを始め、9歳の頃にはフィギュアスケートに専念をした。2004年と2005年の全米ジュニア選手権では ペアとアイスダンスにも出場した。2007から2008シーズンにより、ジュニアグランプリシリーズに参戦。翌、2008から2009シーズンには、JGP チェコスケートで優勝。初のジュニアグランプリファイナルに進出し、6位となった。2009から2010シーズンにより、シニアクラスに移行。フィンランディアハイに出場し10位。全米選手権では、シニアクラスに、 初参戦し17位。2012から2013シーズン、全米選手権では、過去最高の総合7位となった。FS では、非常に珍しい3回転ルッツ、プラス1回転ループ、プラス3回転フリップのコンビネーションを成功させている。3シーズンぶりの国際大会派遣となった、チャレンジカップでは1位のブライアンジュベールに0.12位、と迫り、銀メダルを獲得した。 2013から2014シーズン、6月23、回転アクセルに失敗し足首をひねった。3週間の表情での練習を休み、SP の振り付けを確認していたところ、足首に違和感を感じ MRI 検査を受けた。その結果、足首の人体と関節の周囲の筋膜の断裂が分かり、チタンのボルトで人体を飛骨に止める手術を行った。 シーズン中の復帰を目指していたものの、11月2日に、シーズンすべての試合を欠場することを発表した。2016年6月、ミネソタ大学ツインシティ校での学業のために、練習拠点をミネアポリスに移した。新たに、ページ・ライプをコーチに迎え、トム・ディクソンとの指定関係も継続していく。ザインサイドエッジ、ファンシーコーツ・フォー・アーロン、フラット・ハット・スケーターズギア、 アップフォーニューシーズンアットスケートデトロイトハットザインサイドエッジスケーターズデビューニュープログラムスハット TSL S インタビューウィズアレックス・ジョンソンありがとうございます